我が剣の糧となるべく集った者たちだ。バルナバス、なぜそうまで人であることに固執する？ミュートス、いつの世も人が変わることはない。その弱さゆえに力あるを妬み、力なきを踏みにじる。愚かに己と異なるを憎み、己と同じと見るや徒党を組んで他を排する。それもひとえに己の安楽と優越のため。差別も迫害も分断も対立も人が作り上げてきた悪意の営みそのものではないか。それらはすべて自我による苦しみがもたらしたもの。お前とてその悪意を負わされ続けてきた身であろうに。それでも背負った全てが俺を紡いでいる。どんな思いであれ、その全てが俺の生きる力となる。俺は生きていく。そのために人でありたい。貴様だってフン確かに人として生きた時があったかもしれん。何？遠い昔、神は人に魔法という力を与え、人はその魔法によって文明を築き上げた。だがやがてさらなる力を求めた結果、この地は黒の脅威にさらされた。今のようにな。人は欲という自我に飲み込まれた挙句、滅びの道を歩んだのだ。しかし一握りの民は神に祈りを捧げ続けた。人を救いたまえと、人を正しき道に導きたまえと、神は応じこう告げられた。まことあるべき世界に人を導くと。故に神にこの身を捧げた。人としての性などとうに捨て去ったわ。人を救うため。そして御方はこうも仰せられた。新たな世界に渡りたくば、人よ自我を捨てよとな。人がまことあるべき世界に導かれるには己を捨てねばならん。愚かな過ちを繰り返さぬように、御方の望む無垢なる存在になる必要があるのだ。人の救済、そのために神の器であるお前を最後の供物として御方に捧げる。お前を神に奉じ、我が信仰の証を立てよう。人が自我を捨てて、ただ誰かの言葉に従う。それで本当に生きていると。自我があるから人は思いを寄せる。生きたいと願う。貴様がやろうとしているのは救済じゃない、人を見捨てることだ。
見せてみろ。それを。本当の生徒やら。生きることを諦めたお前にだけは、決して負けない。
己の天命を理解し、己の役割に従順になることだ。自我を捨てよ、エトス。私に勝ちたいのだろう、貴様。さあ、お前の力を見せてみろ。持ちながら力を使いこなすか。面白い。まったく、あれを返されるとはな。
面白い、面白いぞ、ミュートス。どうやら私はお前の愚かさに当てられたらしい。感じるのだ、遠い昔のように熱い気性な。これが本当の生というものか。痺れるような陶酔とこの身を焦がす罪深き歓喜が、浅ましき人の身にただ一つ許された甘味な毒、最後の一滴までとっと飲み干してやる。ミュートス、お前の進化を私に見せてくれ。ゴールドの建国以来か。
だ。まだ終わらぬ。さあミュートス、私の全てを受け止めてくれ。貴様が言ったんだろう。俺たちのこの戦いが終われば、おのずと分かるのだと。すべては天意。そうだろう。クライブ・ロズフィールド！自我を持ったまま私を倒すとは、これが人の進化というものか。自我を捨てるだって。貴様も新たな世界を夢見た時点で自我を捨てられなかったんだ。まことあるべき世界、そんなものただの幻想だ。俺たちの世界はただそこにある。この世界で神よ、アルテマを殺し、人の手によって人を救う。吠えるな。すべては御方の
手のひらの上。貴様まだ忘れたか、私の目的を。私はこの手でお前を完全な神の器にする。受け取れ、クライブ・ロズフィールド。お前は神と一つになる。それが定めだ。さあこの力を食らうがいい。御方がマザークリスタルを配された。古からの定めに従え。何を。今度こそ救われる。やっと帰ります。カカ様。どうだ、オーディンを食った感覚は。どこだ、アルテマ。出てこい。ドミナントたちの力を食らうごとに己が強靭になっていく。その身が神に近づくのはこの上なく心地よかろう。いくら自我で満たしたとて、汝が我が器であることは決して揺るがぬ。見よ、汝の体は喜びに打ち震えているではないか。なら、これで貴様を殺すだけだ。よかろう。来るがよい、因果の子よ。ドレイクスパインにて何時を待つ。すべてはかの地で果たされよう。わしに来るわ、知らぬわ。
貴様が戦場で指揮を取らぬか、このありさまなんだろう。好き好んで退いたわけではない。参謀なんぞ誰がやりたがるか。貴様が訪れてからというもの、アカシアは襲ってくるわ、妻は家を出ていくわ。全くもってろくなことがない。長くは持たんぞ。敵は混成軍、アカシアとアジンの20万。このランデラに置かれた兵だけでは到底太刀打ちできん数だ、うん、では中央砦も。周辺の集落から民兵やベアラーたちが合流して水際で持ちこたえておるらしい。この局面で手を取り合うとは皮肉なものだな。皆生きるために覚悟を決めただけだ。覚悟か、我々に足りなかったものだよ。世界のために戦っておるのだ。だがアズフィールド、兵を送ったところでウォールドリアとても、ならばその任余がつこう。ディオン・ルサージュ、ザンブレック青龍騎士団の生き残りを預ける。好きなように使うがいい。おい、今日に外の状況を報告しておけ。はは、直ちに。どうして貴公が協力を。フェニックスには借りがある。お前もおいを信用しろ。調子に乗り寄ってからに。まずは再編か。ああそうだ。なら兵の数を把握せねば。合流した青龍騎士団はどれほどだ。お待ちください、部隊長。貴様に貸せるほどの兵が残っているかどうか。龍騎士たちを外の隊に回すんだ。急げ。テランス、ディオン様。護衛を任せる。私に、おそばを離れろと。その少女は世の命の恩人だ。寝床と食料を与えてやってほしい。ディオン様、できません。頼む、テランス。世の償いに身一つで赴かずして誰に顔向けできよう。今度こそ民にこの身を捧げたいのだ。世の願い叶えてくれるな。あなたのためならば。ありがとう。